広島医科大学は広島県呉市に本部を置いていた日本の公立大学である1948年に設置され1961年に廃止されたここでは全身校である広島県立医学専門学校旧制広島県立医科大学についての記述を含む広島県立医学専門学校長 広島県立医科大学長広島医科大学長1945年の米軍作成の広島地図、当時過去町に所在していたプリフェクチャールホスピタルすなわち付属委員の位置が確認できる。また南町のノーマルスクールコーチと示されている位置が本校舎の所在地である。設立当初のコーチは旧市販学校コーチであった広島市南町一丁目に置かれ、 その付属病院となった旧県立病院は広島市加古町に所在していた。1945年8月、空襲撃破に伴い、高田郡小田村の高林防人院に疎開したが、翌日の原爆被災によって広島市の本校舎、付属委員は共に全部消失した。特に爆心直下に所在する付属病院は完全に機能停止となり、 この時点で遺線との関係は消滅したとみられる。このため、同年12月、学校及び、付属院を、広島県鴨茂郡安浦町旧安浦、海兵団跡に移転し、授業を継続した。戦後、遺線は、呉市からの誘致の申し出を受けて1947年2月、呉市立市民病院、呉市立呉病院が、 本校付属委員として県に関されたことに伴い、は、本校を呉市二校長に移転した。同年11月には、失火により、基礎教室など、校舎のほとんどを全焼。翌12月には、本校舎を、付属病院阿賀分院内に移転するとともに、同温度分院に設置。1948年2月には、元海軍共済病院阿賀分院の移管を受け、本部事務部及び、 基礎医学教室を移転した。翌3月には、付属医院本院を呉市広町公共祭病院跡に移転し、呉市公園通本院跡を二校分院とした。1953年には広大への移管が決定されたが、その際の条件として、広島市への高地移転が提示され、 十分な同意を取り付けていなかった呉市との間に混乱が起こった。このため、1956年広大医学部は呉市に対し同士広町に付属病院を残すことを条件に移転の承認を得た。その間、広島医科大学は、霞町の広島県庁舎跡地に設置された広島大学医学部キャンパスに1957年までに移転。 最後まで残っていた暮れ部員も1962年に廃止されたため、呉市内の休校地はすべて廃止となった。1990年5月には呉市高警察署校内に医学部発祥の地域が建立されている。広島大学の人物一覧も参照。ありがとうございます。